こんにちは。みんな大人になってきたやろ。ほな今日のテーマは「仕事」と入力すると一番初めに出てくるキーワード「会社」や。働くといえばどの会社に入るみたいな意識があるようにすっさまじく関連の高い組織やけどそもそも会社って何っていうのを今日は見ていこうな。会社は仕事と肉まんの下の敷物。 カステラの下の紙みたいに綺麗に剥がそうとしても絶対無理なほど切り離せないものやからわざわざ会社のことを話さなくても仕事のことについてどうすればいいかを考えたら自然と生まれる組織やから仕事について考えてみよう仕事といえば頑張るるやなかったやろ人のために動くっていうことやから相手をどう幸せにするかが大切やけど例えばむっちゃおいしいお弁当を作ってそれで幸せにしてお金を儲けようっていうふうにするとどうする ご飯炊いて野菜を切ってフライを揚げつつ肉を焼き漬物とかゼリーとかと一緒に詰めるどうや想像してみておかんの朝を見ればわかるし一回手伝えばわかるけどすっさまじく大変やそれなのにしめニューも考えなあかんしもちろん一種類の弁当屋とやっていけるわけない衛生管理、商品管理もいるし仕入れもうまーく安くしかもあまりがそんなでえへんようにってなもー頭バックスウェいせやからほんまにやろうって思ったら ちょっと他の人に頭下げてすいません。手伝ってください。ってなる。ほんでみんなで作るようになるやん。どんどんどうしたらいいかを考えるんやで。みんなで作り出すと、例えばこう。野菜の千切りとかはむっちゃ得意で綺麗に細くできるけど、ほんでも魚捌くんが下手で身がガタガタになる人とか。あとこう揚げ方が下手くそで美味しく揚げきれない人とか。逆にうにくんを仕込みっていうのはものすごい上手な人。 おんなじような弁当っていうのを作るんやけど一人一人の上手下手で違いも出るし遅い早いっていうならいいんやけどうまいまずいっていうそういう差が出てしまった場合っていうのは弁当としてはすごくあかんやなでも人をやとう給料だけじゃなくその道具代も余計にかかるし前よりももっと儲けなあかんのにどう工夫したらえそそこで野菜担当と肉担当と揚げ担当とめる担当とそうやってそういうのを作るね 料理作るの下手やったらそういう人っていうのは仕入れに走ったり販売してもらったりそういうのもいいしなそしたら得意やからうまいやろうし作業も早いし道具も一人一個ずつやないから安いな一人一人得意分野を担当させることが大切なんていうのは分かったか責任っていう面で見れば一人一つずつ全部作ることが大切かもしれんでもそんなん食べる人には関係ない食べる人っていうのはとにかくうまいもんが食べたいんや だから野菜下手な人は他の人に頼んで自分はしない人より得意なものは進んでやるそんな助け合いが大切やね前のクイズでダメ公務員が自分の責任だからって自分でやるのがダメっていうのも分かったやろ会社はな一人でできんことをみんなで得意なもんで助け合って協力して社長を助けることやねん社長を助けるんですかお客様じゃなくてそうやでみんなお客様じゃなくて社長からお金をもらうやろ まあ社長はお客様の幸せを考えてるから結局はお客様の幸せを考えるっていうことになるんやけどまあある意識を持ってほしいんでそう言うてみてある意識ですかそうや幸せにするんはお客様だけやないね成功する人ほどたくさん人を幸せにするたくさん幸せにする上でお客様だけしか意識のない人とそうでない人ではストライクゾーンの広さが全く違うからな会社は今やったみたいに助け合うとこやし事務とか雑用とか これがお客様のためかなってなるけど、そうやってストライクゾーンを広げると、お客様のためかは分からへんけども。これで社員や社長のこう、そういうこう、事務とか雑務とかやらないかんっていうことを。全部自分がしてあげることで、その人たちは思いっきり仕事ができるって。そういうふうに思うと。な。そっか。お客様と触れ合うばかりが仕事じゃないですもんね。そりゃ。そう考えれば、工夫もしやすいしな。そうやって、社員の人たちをいっぱい幸せにすれば。 その社員を幸せにした会社を助けてあげたっていうことで給料ももらえるっていうそういう仕組みやね。ってなわけでどうやった会社ってなんとなくイメージはついたか相手を幸せにしてあげたい喜ばしてあげたい助けてやりたいそう人のために動こう動こう動こうって考えたらほら一人でやるよりもみんなで協力してやった方がすっごく相手を幸せにできるやんそうやってみんなで協力しようって集まって生まれるんが会社やね。 みんなが仕事をする就職する、る就職ってそういうふうに言うた時に大抵の人は自分で会社を作ろうとか自分でこんな仕事をするっていうふうやなく例えばケーキ屋さんに行くとかゲーム会社に就職するとか自動車会社に行くぞとかいつも会社に入ろう会社に入ろうっていうふうにするやんそれは自分一人でお客様相手を幸せにするっていう自信がないからほんなら社長のアイディアを借りほんで他の社員と協力してそれやったら相手を幸せにできるかもしれん。 そうやってて就職をしていくねんで。卒業してすぐ俺はもうこんな会社を作ろうって早速会社を作ったりあと俺はこうやってやっていくんやって自分一人で仕事をしたりっていう風なのをほとんどせえへんのは高校卒業してお前一人でどんだけ人を幸せにできるねんっていうそういうことやねまあでもそれってほんま当たり前やで小中高で5教科勉強したからって誰かを幸せにできる技術っていうのは1個も学んでへんやろ 高校まで勉強しました。大学まで勉強しましたっていう人には、まだそんなに自分一人で相手を幸せにできるほどの何かっていうのは、ほとんど持ってる人は少ないね。せやから、会社起こすぞって言って会社を自分で作ったり、自分一人で仕事を始めたりする人っていうのは、大抵どっかの会社に入って、ほんで自分を育てて力をつけて、よしこれやったら、お客様を自分一人でも幸せにできるかもしれんとか、自分の考えでお客様を幸せにしていく自信があるって、そういう風になった時、独立をしていくねや。どうや 仕事と切り離せなかった会社ほんでも会社っていうのがどんなもんかっていうのは説明できひんかったと思うけど今は少し見方も変わったやろはい会社って言うけど初めて何のことなのかが分かりましたまあ聞いてみればな当たり前っちゃ当たり前のことやったやろ会社イコール助け合う場所だからコミュニケーション力が大事やし特技を持つことっていうのが大事やでってそういうことやったやなこのアニメを見てる人たちっていうのは大抵みんな会社に入っていくと思う だから、今回のことを勉強してそうか会社は協力が大事なんやなせやからコミュニケーション力も大事やし自分が自分しかできない特技を持つっていうことも大事なんやなっていうのは心のどっかに置いといてほしい人間は弱いからなせやからつい勉強っていう目に見える数字っていう結果の出るようなものにすがりたくなってしまうあと学校で勉強が大事勉強が大事勉強すれば全て OK ってそういうふうに言われてるような感じがするからつい勉強に逃げてしまうね みんなと同じように生きようみんなと同じようにしようみんなと同じになろうなろうってそういうふうにみんなと同じっていうのに逃げてしまいやすいねでもその考え方が絶対に会社とは合ってない間違ってるっていうのはわかったやろ勉強は大事。せやけどコミュニケーション力すっごく大事やから友達作っていっぱいわいわい話すんやで恋愛をしてほで恋人とか作って話すんもええと思うね。ほんで高校卒業したとき大学卒業したときに他の人にはない自分だけにしかないもの それを胸張って言えるように何か何か自分にしかない特技っていうのを育てていくんやで頑張るよ。